はい、じゃあ行きます。はい、お疲れ様です。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 毎週土曜日配信の今のところ、そうですね、今のところですね、カメラ最近ちょっと僕があれなんですよ、はい、木曜日の夜とかがちょっと用事が結構多くて、うん、あ、そうなんですね。金曜日にしかちょっと収録ができないっていう。あ、岡本さん木曜日忙しいの？たまたまなんですけどね、うん、その木曜日の夜ちょっと写真の編集しなきゃいけないとか結構あったりとかして、はいはい、大抵木曜日なんか収録できないっておっしゃいますよね。最近多いですね。たまたまだと思うんですけどね、うん、別にそんな、レギュラーでその週間の仕事がなんかあるわけじゃなくて、まあ、うんうん、たまたまちょっと連続してそれがあるってだけの話で。あ、なるほどですね、そうなんですね、うん、まあ僕も金曜日の夜って、まあ、大抵さ土日募金日今お休みだから、夜は開けてるようにしてる感じなんですよ。土日休みなんですか、募金日？今土日お休みなんです。あ、そう。そう、だからコロナの件で火水お休みだったんだけど前は、うんうんうん、そうですね、土日お休みにして、はい、みんな家族の元で土日過ごしてもらおうかなっていう、そのスタッフへのあれと、お客さん来れなかったじゃないですか。そうですね。そうで、この間イベント岡本さんも来てくださった。岡本さんありがとうございました、はい、イベント。ああ、いえ、とんでもない、こちらこそありがとうございます、ね、皆さん遊んでいただいて非常に楽しい、楽しかったです。で、ね、ありがとうございます。まあそのイベント、あのイベントをさ、初日としてまたお店に来てくださいっていう風にする意味合いもあったんですよ、実は。なるほどね、そういうことですね。そういうことなんです。で、まだ ね、でもまだ土日お休みのままなんで、ね、12月からこうシフト組んで、うん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 、土日開けられるようにしたいなって今画策しているところです。やっぱりね、土日お休みっていう人が多いじゃないですか、世の中。まあ通常そうですよね。そうなんですよ、ね。そうなんです。そうなんです。そうですね。なるほどね。まあまあでもいろいろやってみてって感じじゃないですか。はい、そうなんです。なんか、試さんと分からんですもんね。うん。でも、金曜日に収録っていうのはね、非常にいいです。で、まあ今僕も海外になかなか行けないから、うんうんうん。うん。だから毎週やれるかな。明日からね、僕は八丈島行くんですけどね。ああ、そうなんですか。それまた気をつけて。中野くんところ。ああ、ね、岡本さんも、はいはいはい、ね、知っている教授ですけども。もちろん、もちろん、もちろん、はい。よく存じておりあげて。うん、彼が遊びにそろそろ来ませんかって言って、まあ同じ東京都だし、いいじゃん。へぇ、行こうか。何狙いですか、今回。うん、わかりません。あの、ね、なんか釣れるだろう的な。アバウトですよね。まあ、うん、いいんじゃないですか。とりあえずもう八丈島に行って、うんうん、なんか船に乗るとか防波堤で釣りするとか、彼はもう僕に比べたら本当圧倒的に魚釣りが好きなんですよ。うん、だからまあ彼がやりたい釣りをやればいいじゃんって言って僕はついていって、うんうん、おー、いいですね。竿を振ってれば僕も幸せなんで、いいですね。そんな感じなんです。またちょっとお話聞かせてください、その話。あ、そうですね、はい、ぜひぜひ楽しみにして、はい、まあ、だから今日これからねお話しするセブンシーも、うんうん、単独で持っていく予定です。お、素晴らしいですね。他のもう僕のエースはない、アルファはないんだけど、おっとっと、なるほど、もう持っていかないです。ここはセブンシーだけで済ますっていう旅をしてみようかな。いや、いいですね。あ、それちょっといいですね。面白そうですね、それ。そうなんです。なるほどね。今日もね、セブンシーの話を中心にできたらいいかなって僕は思って。そうですね。発売して、ね、まあ1週間経ったわけですもんね。うん。でもお互い使ってみてっていう感じだと思うんですよ、ね。そうですね。で、今日も作例をね、うん、こう。ああ、そうですね。後でまた皆さんにお見せしたいと思うんですけど。はい、ご用意しておりますね。作例を取っとこうね、みたいなことでやっていて。ね、今回はちょっと、はい、それぞれ違うレンズつけてですね。お気に入りというか、そうなんですよ、好きなもん、気になる、お気に入りのやつを、そうですね、はい、前回はあれですもんね、お互いキットレンズっていう一応縛りでやったんですけども、こう完全比較っていう、いうかね、うん、その同じ条件でっていうことでやった感じですけど、うんうんうん、岡本さんどうですか、セブンシー、またさらに1週間使ってみて。いやー、うん、ちょっとこれすごいカメラだなっていう感じですね。使えば使うほど気に入っちゃう。いや、これでよくねみたいな、ちょっと、いや、割とちょっと相当いいですよ、これ。いいよね。で、うん、まあ
例えばじゃあセブンシーじゃダメな状況って、はいはいはい、結構特殊だなっていうのはちょっと思い始めてて、うん、でも当然ありますよ、セブンシーってそれは万能のカメラではないので、例えばものすごいハイスピードシャッターが必要とか、うん、あとそのすごくもうイレギュラーに動き回るものをこのスパッとこう撮らなあかんとかっていうのっていうのは、まあ、できんことはないですけど、もっと優れたカメラはソニーには存在するもんですから、うんうん、そこを選ぶんですが、うん、まあそんなのしょっちゅうあるわけじゃないじゃないですか、はい、基本的には普通のものが多いわけで、うんうん、そう考えるとね、ちょっとこれ僕ちなみにですね、ソニーのそのアルファ、はい、まあ、いろんなものをこう、まあ、買ってきて触ってるんですけど、うん、コモ持ってますよね、フルサイズだと。ああ、でもね、持ってないやつもあるんですよ、実は。ある？あ、でもさ、もう新型だと持ってるでしょ、みんな。セブンスリー以外は持ってますかね。あ、そっか、セブンスリーお持ちじゃないんだ。持ってないんですよ、うん、でセブンスリーは実は何回かそのお借りして使ったことはあるんですけど、うんうんうん、でそのまあさっきの話の続きでアルファってそのマルチユースってないなっていうふうに思ってたんですよ、うんうん、要はもうそれぞれちゃんとスペシャリストでちゃんとでこの時はこの子この時はこの子みたいな感じで、うん、ちゃんとこう役割分担ができてて、うん、まあ、その都度こう使い分ける、まあ、セブンスリーがどっちかっていうとちょっとマルチプレイヤー的な感じはあったんですが、うん、ちょっといろいろ思うとこがあって僕は使ってなかったんですね、うん、でそれがですね今回のこの 7C に関しては初めてそれを感じました。あ、こいつは結構そのオールラウンダーだなっていう。そうだね、うん、同意見でございます。なるほどね。これね、僕ね、うん、ごめんなさい、また、コメントで。全然、水口さんの話聞きたいです。岡本さんの話をはしょるっていうコメントもあったんで、自重してますけど。いやいや、もうはしょるのが、はしょるというか、この間挟んでトークするのが僕のまたこのやり方で大変です。それがカメラ嬢です。それがカメラ嬢ですから。ご容赦いただければですよ。ちょっと気をつけようかなと。いやいやいや、そんな。俺ね、もうね、いい例えがあるんですよ。はいはい、ほうほうほう、なんですか。これ私、非常にスニーカー好きでもあるんですよね。ああ、なんかおっしゃってましたね、はい、それは。それでね、いろんなスニーカーがあるじゃないですか。スニーカーといって。はい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 、はい。バスケットボール用、サッカー用。はい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 、要は短距離走用、まあ、スパイクがついてるやつで、まあ、例えば 7R4 とか 9-2 ね、あのあたりはおそらく競技用に近いんじゃないかなみたいな感じ。なるほどね。で、なるほど。で普段僕らがこう街で履くスニーカーとして売られてるものもあるじゃないですか、うん、これもジョギング用とも何とも書いてないじゃないですか、普通に。ああ、なるほどなるほど、はい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 、それが僕はこうロープライス、ロープライスとは言えないけど、それが普段履くタウン用のスニーカーがセブンシーじゃないかなって僕思ったんですよ。なかなかいい例えだと思って。いやー、合点がいきますね、それね。いいでしょ。その通りだとございます、それ本当に、ね、スニーカーに例えたら本当にもうそれがベストですね、その例えが、うん、でもこうバシッと撮りたい時とか動くものをね、それはやっぱり9-2アルファ9だなみたいな感じでやりたい。もちろんタウンでも使えるんだけれども、ね、で 7R4 はもう高精細で高解像度、高解像度、うん、高解像度ですね、はい、ね、で撮りたい、うん、でもちろんタウンでも使えるんだけど、やっぱりちょっとこう特化してるとこあるじゃないですか。ああ、そうなんですね。 7R ん 7S3 もしかりですよね。その通りですね。だから僕は 7C はこうみんなが使えるスニーカーのような存在じゃないかなと。ああ、確かにね、確かにおっしゃる通りですね。ね、本当なんか、初めて感じました、それを。使っていただいてもいいぐらい、このキャッチ考えますか、ね、スニーカーで。ソニーさんスニーカーカメラだっていう感じですよね。いいよ、スニーカー一眼ですか。そう、そんな感じですかね。それでね、そういう意味で僕いつもカメラをね、そのカバンに入れてるんだけど、より、うんうん、カバンの中で収まりがいいですよ、ね、あー、わかる、すごいわかる、それ、うん、なんか、うん、本当になんか今までのアルファって、うん、当然その例えば、9にしても R4 にしても S3 にしても普段使い全然できちゃうんですよ。はいはいはい。ただね、やっぱりね、そのそれぞれのいわゆる
特化した性能ってあるわけじゃないですか、はいはい、さっきもちょっとお話したんですけど、うん、そこを要は持て余しながら普段使ってたんですよ、うんうん、言うとその多少、ね、アルファ9 の, あのオートフォーカスってもうカフェカメラぞれは当然いらないし、うん、その R4 の, あの高解像度って、うん、まああのまあ、公開外に関しては撮っておくと後々いいこともあるっていうのもあってね、うん、あれはあれで結構良かったんですけど、うんまあうん、S3 に関してもあんな超高感度普段使わんもんで、うん、そういった意味ではまあやっぱり、一部ちょっとやつら の, その本領をなかなか発揮させてやれずに普段いたっていうのはあるんですけど、うんうんうん、なんかねこの子はね本当常に踏んでる感じしますね。ブイーってだから, だから使い切る喜びってあるじゃん。ありますね。だから例えば僕らがフェラーリに乗ってたら使い切れないじゃん、うん、いや使い切れないなんてもんじゃないですね。でしょ。でもさ、まだ僕乗ってる S2000 とか岡本さんが乗ってるミニとかはもっと使ってる感あるじゃん。ああもうもう目いっぱい使いますよね。それが気持ちいいじゃん。エンジン使い切ってるみたいなところが ね, いいね。それがセブンシーってそれがちょっとあるような気がするね。いやありますあります。これはなんか本当にそういう感じしますね、うんうん、でまああとそのやっぱりその、まあ、前回の放送の時にも少しお話ししたんですけども、はいはい、やっぱねこのカメラねお色がいいですね、うん、確かに。あと色がいいプラスやっぱりその改造してます。正直言ってすごく。あ、そうなんすか。めちゃくちゃ改造してると思います。でこれ単焦点とかむちゃくちゃ改造するっていうのはどういうことなんですか先生。ね、要はその、うん、まあ明るいところ、うん、暗いところ、うん、この、中間、うん、ところ要は真っ暗なところって当然黒くお団子になっちゃうし、うんうんうん、で白いところは真っ白になっちゃうってあるじゃないですか、うん、でここの中間のところって、まあ、いかにこうバンドがうまく出るかっていうグラデーションとかが、うんうん、が一番肝だと思うんですけど、うん、明るいところはね、まあ、レンズ次第でまあまあちょっとね白くパーンとこう飛んじゃう傾向はちょっと C はある気がするんですけど、うんうん、シャドウに関してはですね、うん、結構しつこくずっと見えるんですよ。あ、なるほどね。うん、もう黒く潰して終わりにしないっていうことですよね。簡単に言うとしないんですね。で、うん、それがそのローも確かにそうなんですけど JPEG になった時にそれが結構顕著な気がしてて、うん、例えばその、テクスチャーがデコボコした壁なんかを、うん、こう暗いところから明るいところ の, このグラデーションを斜めにこう撮った時に一番奥が真っ黒になる場合、うんうんうん、まあまあ奥まで多分デコボコ見えてる感じが僕のイメージです。それはちょっと今回の作例見てもらうと分かるんですけども、うん、これでちょっとおーというのがありましたね。作例にございますか。はい、写ってるっていう、うん、感じがあって、ね、また岡本さんの写真綺麗なのばっかりだから後でねお楽しみにしていただければと思いますけどね。そこ写ってんだっていうのがちょっとびっくりして、うんうん、そのファインダー覗いたりその背面の液晶でその実際現場で撮ってる時はねそこまで見えなかったんですよ、うん、実は、うん、でうちに帰ってきて 4K のディスプレイで見た時に、うん、おーっと思いましたね。すげえっていうのが思ってですね、いやこのカメラはやっぱりそのすごいな。で 7-3 とセンサー一緒エンジンも一緒って言うんですけど、うん、あの組み合わせがいかに優れてるかっていうのを証明してんじゃないかなっていう気はしますね。なるほどね。で中のプログラムだけ変えてここまで変わるものなのかっていうのはちょっと驚き。やっぱさ、味付けが違うからさ、撮った写真をね、まあ僕はローで撮ってて現像した時に、あーって思ったんだと思ってるんですよ。要は 7R4 の時も9の時も、9-2は僕持ってないんですけど、買ってきて、で写真撮ってさ、現像した時に、あ、まあ、R4 はびっくりしたけどね、またそれは。いや、R4 はあれはちょっと。びっくりした。おっ、おっ、みたいに思ったんですよ。で、ね、思ったよね。思いました、あれ、こんなとこまで撮れるのっていう。ちょっとすごくないですかって、岡本さんに確認のメールかなんかしたぐらいですもん。すごいね、これ、みたいに。そう、どこまで拡大していけるんだろうっていうぐらい、そのポコポコ拡大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 して、なんかもうこういう服の繊維のこの糸一本ぐらいまでも見えちゃうのっていうぐらい、その映っちゃってるっていうのはちょっとあれ驚きですよ ね, ね。で 7C もうん、まあこんなもんだなっていうふうに思ったわけではないんですよね。あれこれはこれでこれはこれでっていうか、あ、すごいじゃんって思ったんですよ。だからすごいですね。まあまあ撮れるじゃんとかって思わなかったんですよ。うわ、ああ、だから要はこう、はいはい、
味付けがちゃうんじゃないかなって思ったんですね、僕も。あ、全然違うと思いますね、これ。なんかやってんなっていう、その新しい何か。やってるよね。やっぱアートを変えてる、まあアートを変えてるっていうその説明が合ってるかどうかわからないんだけど、変えてるからこうサプライズもたらしてるんじゃないかなって思うんですよね。そのとてもじゃないけど、その、セブンスリーと中身同じとは正直思えないです、僕は。なるほどね。で、ちょっと変えてるんじゃないですか。かなり変えてると思うんですけど、でもセンサー自体はやっぱり一緒らしいんですよ、うん、全く、うんうんうん、で僕結構作例をですね、その、セブンスリーのユーザーの方たちに、友人とかその自分の生徒さんとかに送って見せるんですけど、うんうん、若干嫉妬されますね。お、っていう、一緒じゃないのセンサーおかしいじゃんっていう、アルファセブンスリーを持ってる生徒さん、ね、うん、おかしいじゃんこれ。なるほどね、うん、違うよって、うん、それ違うよ、センサー多分それ違うよって言うんです。いやいや、一緒らしいですよってそやばさ、セッティング変えてんじゃないですか。いや、そこでね、うん、だからそれだけでこんなに変わるっていうのはね、ちょっとソニーすごいな。で、やっぱりセブンスリーのセンサーってよくできてるってことですね、要は。うん。だからこうさ、同じ86でもさ、トヨタの。ちょっとさ、ちょっとこうエンジン一緒ですけど、あれ？なんか違うなっていうことができたりするわけじゃないですか。ミニでもそうでしょ。ありますね。ありますね。ねえ、だから、やっぱソニーさん、やってくれるな、みたいな。なんかこれは、でもそれって、その、絵の良さって、でうん、ユーザーしか分かんないんですよこれ、正直言うと、うん、分かんなくないですか。僕多分、僕がいくらいい作例見せたりしても結局、まあ、まず変な話、俺が撮ってるからいいんでしょみたいな感じでやっぱなるわけじゃないですか。そうなんですよね、作例って難しいよね。難しいんですよ。でも下手には絶対撮れないんで、まあ、9とか92、7R4 で、まあ、7R4 はだいぶ違うけど、うん、撮っても、うん、こう動画でこの、ね、YouTube で見せて、あ、これ 7R4 だねって言ってるのは本当に分かってるのかっていうぐらい分からないことだと思うんですよ、うんうんうん、分からないしね、うん、だからこういうコメントで伝えていくっていうのは結構大事で。そうですよね。で僕ね、今ねこう先生とお話ししてて思ったことは、はい、かつてねアップルがジョブスがいた時に毎回驚かしたじゃん、うんうんうん、サプライズで。あ、そうですね。今アップルはそれがちょっとね、なくなってる、ちょっと寂しいですね。今ソニーはそれがあるね。ちょっとね、これはそれぐらいあるけど、うん、はい、ソニーのそのアナウンスでは多分これは伝わらんと思います。これは、うん、ウェブサイト等のアナウンスでは多分これの良さは伝わらんし、で使った人が、うん、うわってみんな思ってると思う。絵がいいなってみんな思ってるけど、うん、これ果たしてそれが例えばですよ、うん、この 7C がそのマイファーストアルファの方っていうのはこれが当たり前なんですよ、はい、普通になっちゃうじゃないですか、うん、でこの変化に気づくのって、うん、アルファ 7-3 を結構使ってる方がこれに、うん、お行きもしくは乗り換えた時に、え、違うとか、あと僕みたいにいろんな、より気づくでしょうね。そしたらね、そこでめっちゃ如実に気づくと思うんですよ、うん、で僕みたいにいろんな機材触ってる人間も気づくんですけど、うんうん、結構ね、いろんな人、大概の人はね、うん、あ、いいなぐらいで多分終わっちゃってると思うんですけど、うん、この絵の良さはね、ちょっとうまく伝えたいけど伝わらんなっていうのがあってね、うん、なかなかこう、うん、歯がゆいところはありますね。やっぱりこれ、うん、あれじゃない、やっぱり岡本さんのソムリエとしての腕を今後磨いていただいてソムリエね、ソムリエ、ソムリエ案件ね。そうです。ソムリエ案件ね、結構ね、難しいんですよね。難しいですね。これがね、難しい。まだまだこの、10年スパンで磨いていただいて、ね。そうなんですよね。まあ、もうこう2年とか3年とかではいかないと思って。ちょっとね、まあ、下手に言わんとこかなと思って。まあでも、これはでもね、買って損はないカメラだっていうことは、いやいや、これはね、確かでしょうね。めちゃくちゃ勧められる、このカメラ、うん。やっぱりね、僕、ちょっとまあ、ツイッターにも実は書いたんですけど、うんうん、やっぱね、写真ってね、綺麗な写真が撮れるカメラがいいですよって書いたんですよ。うん、なんかもう、そこなんじゃないのって、例えば、なんかまあ、その、質感がどうとか、なんか感触がどうとか、その中の仕様がどうとか、メニューがうんぬんかんぬんとか、なんかいろいろありますよね、そのカメラの評価っていうのは、いろんなことが。そんなの関係ないよ、そりゃ。
まあまあね、本当そうなんですよ。いい感じの写真が撮れるかどうかじゃん、簡単に言ったら。結局最後って、その通りなんですよ。いい感じでしょって、うんうん。やっぱり自分も感動して、で、うん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 、なんかね、その人の写真撮った時にいい感じ撮れたでしょって感動させる写真が撮れるかどうかですからね。うん、そうなんですよ、ね。はっきり言って。やっぱり、なんかそれをね、ちょっとこのカメラってね、うん、ちゃんとなんか再認識させてくれる感じする。やっぱ綺麗な写真がいいよねっていう、うん、なんだかんだスペックうんぬんかんのよりも絵がいいからいいじゃんっていう風に、しかもフルサイズでレンズが豊富でっていうことで、うん、可能性も感じるし、すごく拡張性も高いんだね。そうだね、だからだいぶ偉いと思いますよ、ほらアナログボタンが少ないとかっていう不満がね、まあまあ当然当然今までのカメラを触ってる僕らにとってはあるじゃないですか。ありますね。でも逆に初めて買った人は操作がシンプルに思えると思うんですよ。そうそう、あ、これだけでいいじゃんって、うん、で他はオートにしてしたまま使う人もいると思うんですよ。やらない。そうなんですよね。そうなんですよ、うん、そうなんです。別に全然僕少ないと思わないですこれ、うん、正直言って、うん、まあまあ、まあ、これで やるよっていう。やれますやれます、ね、えファンクション立ち上げたらブワーって出てくるしね、うん、あ、もうそこ一緒ですからね。もうあのタイルは全部一緒なんで。そうなんです、そうなんです。なんでなんかね、これはちょっとね、なんていうんですかね、ぐっとこう人気が出る、うん、今でも多分結構人気なんですよ、今でも当然、うん、だけど、その人気とは別の理由で、ぐっとこう、じわじわぐいぐいぐいっとこう来る、使ってみて綺麗で、それが人に伝わっていく、で、また買った人がまた使って綺麗っていうのが、ぐいぐいっとこう行くようなカメラ。いやー、そうなんですよ、これ、実は僕思うけど。うん、α92 とか、まあ、うんうん、73とか、うん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 、7R4 のライバルだと思ったわけなんですよね。低価格でこれだけ取れてしまうっていうことは、持て余しちゃった人がキラーになってるんですよ。うん、確かにね、うん、僕、まあ、これちょっとまあ SNS も書いてるんですけど、うん、あのやっぱり、まあ、前回の放送でも言ったのかな、その、うん、これってその73のそれは兄弟機、うん、弟分では全然ないんですよね、もうすでに、うんうん、中身一緒なんですけど、うん、もう全然違うんですよ、うん、で僕の感覚的にはやっぱり R4 ですね、これは。あ、 R4 です。ミニ R4 っておっしゃってましたね。そうなんですよ、前回のちょっと重複しますけど言ってました、ね、発言が、はい、やっぱりね、改めて、はい、あ、これミニ R4 だなっていう気はします。やばいね、ミニ R4 っていう表現で。あ、これは素晴らしいですね。欲しいミニ R4 いいですよね。やっぱレンズをその単焦点とか、はい、そのちょっとハイスペックなズームレンズとか合わせるとですね、うんうん、まあえげつない写真を出すわけですよ、うん、ちょっとね。で今日水口さんの作例、僕も当然事前にいただいてて、うん、ざっと見てるんですけど、うん、うわ綺麗だなと思いました。あるでしょ、綺麗なやつ。いいで、うん、で水口さんの写真って結構何気ないスナップが非常に多くてですね、うん、そのちょっとあいいなと思った時にパッと切ってる感じするんですよ、水口さんって、うん、なんとなくおなんかいいなここパッみたいな感じで撮ってる感じがしてて、うんうん、その時の何気ないそのショットも絵になるぐらい綺麗に撮れてますね、うん、日常を撮りたいと思ってるから、その世界旅行行った時もそうなんだけど、ね、そうするとなんかこうその人がどうやってるかとかさ、何やってるか、うん、文化がどうだっていうことが分かって、まあ、綺麗な風景っていうのももちろん撮るんですけど、割とそっちの方が僕重要視してるっていうか、まあ、すぐ切っちゃうみたいな。でそういう意味ではこのカメラはカバンからピュッて出してカシャカシャって撮れるじゃん。いやー、これ最強のスナッパーだと思いますけどね。そこよ、そこそこ。いや、すごいと思いますね。そこそこだから、僕で言うと 7R4 か9を入れて、ね、街で狙ってたところをもう完全にこいつがポジションを取るわけですよ。僕も多分今持ち出すのっても一番これが多いですね。圧倒的に多いですね、これが、うんうん、これとタムロンのこのちっちゃいズームレンズとかこの単焦点。あ、来た、トリプルタムロン来た。トリプルタムロンもそうですね、これは 20mm ですけど、うん、まあこの組み合わせもまあいいっすよ。 20mm 欲しいな。いや、そうなると今日ね、バティスの225をつけて今日僕撮ったんですけど、もっとちっちゃいですもんね。ちっちゃい、もっとちっちゃいですね、こいつは。いいよね、ちっちゃくて軽いですね。ねえ、まあ、24もあるんでね、バテスの画角が気に入ってるんだったら24の 2.8 を選んだ方が画角があんまり変わらずにこいつのまた寄れるっていう面白さがあるんじゃないかなと思うんですね。なるほどですね。うん、まあ、そこでですね、じゃあ作例をちょっとここでね、行きましょうか、見ていただこうかなと思うんですけど、はい、そうですね、岡本さんのこの
僕先に行きます。1枚目やっぱり先生からありがとうございます。1枚目じゃあ水口さんの方で何が出てますか。1枚目ってね、1枚目こうミニでこうススキというかこの、はい、ああわかりました、これですね、うん、猫じゃらしのやつですね。いい感じ、はい、僕も今出しました。いい感じですね先生。ありがとうございますありがとうございます。いいねこれ、実は今日撮ってきたんですよ。うん、今日の夕方ですこれは。まあ今日金曜日収録日なんで。BMW ミニのカタログになってもいいもんね。本当ですか、ありがとうございます。いやめっちゃ嬉しいな。BMW ミニは岡本さんの写真を買った方がいいよね。いやいやいや、よろしくお願いします。いやでも良かったです今日。すごく夕焼け綺麗で、実は今日昼間実は僕境に行ってたんですよ今日。はいはい。境でですね、ちょっとカフェの写真をですね、3軒ぐらいはしごしたのかな。パーパーパー、そんなに。あ、今日活動してたの今日は。そうですね、今日続活動ですね。なるほど。で、ちょっとまあ別の理由でこれ撮ってて、またちょっと別のところで披露するんですけども、うん、で、まあ夕方、まあ天気すごい良かったんでね、今日。うん、全然雲なかったんで、まあ夕焼け、うん、その、濃い色にはならんだろうけど、多分雲がなくて太陽が落ちてくとこが見えるだろうと思って、うん、ちょっと早めに切り上げて、もう、まだ、高いうちから明るいうちからちょっとここスタンバって場所取ってもここでずっと粘ってたんですけども、うん、まあこれはですね、ボディはα7C ですね、はい、で、レンズの方がですねタムロンの、70-180F2.8、はいはい、DI3 っていう、まあ、2.8 同士の、うん、ズームレンズでございますね、うん、ここにありますけど、まあ、これも非常に小さい、これまあ以前カメラジオでご紹介させていただくことがあるんですけど、ガンダムを撮った時、まあのやつ、あ、そうです、ガンダムの、はいはい、そうですね、はいはい、このレンズがですね、まあ非常にいいわけですよ、まあ、軽い、うん、軟性、うん、で 2.8 同士、うん、まあ、200までなくて180度までなんですけど、まあ、全然僕は気にならないですね使ってて、うん、で、まあ、このやっぱりその写真の中でまあ一番見ていただきたいのがですね、これ僕がさっき言ってた写ってるって言ったのはここで、ですね、ミキのですね、テールランプ、右のテールランプから、右のサイドですね、ここのですねグラデーションとあと、アルミホイルがですね、うん、もうまあ綺麗に写っとるわけですよ、非常に立体感、完全に僕はそこ注目ポイントですねっていう。あらら、やっぱりそうですか。完全に俺が綺麗だなと思ったのはまあこの夕焼けのねオレンジと、うん、右サイドのこの写り込みが綺麗だっていうのは、はい、まあこれ狙うとこじゃないですか、はい、そうですね、さらにこのテールランプの、ね、はいはい、縁で銀色のこの丸の銀のこの縁あるじゃん、メッキの、はいはいはい、そこのこのくっきり感というか、これやばいでしょ、これやばいこれ、これ撮れる気持ちいいもんね。うわ、気持ちいいですね。よくわかる、めちゃくちゃでかい画面で見てもなんかパリッとしてて、そう、なんかおおって感じしますね。これカメラの性能もあると思うよ、僕の後の作例もね、そういう写真があるんですよ。なんかあ、なるほど、ね、なんかある、まあ、レンズのねこの70-180の凄さっていうのもあると思うんですけど、うん、やっぱ 7C のねこのやっぱさっき言った改造感、改造してるっていうのは、そうだね、多分改造感ね、ここは、うん、多分あると思うんですね、うんうん、でまあその、まあ、質感みたいなグラデーションみたいなものはねレンズの特性が結構出るんで、うん、このボディのサイドのこのテールランプからサイドに向かってのこの膨らんでるところのグラデーションなんかは、うんうん、多分レンズの特性で出てると思うんですけど、うん、暗いところちょっとのシャドウにかかったところが、うん、ちゃんと持ち上がって立体が出てるっていうのは、うん、結構ボディの力に、本当だね、依存するところが多いので、うん、この写真はですね非常にいいのが撮れたなっていう感じ。これもディープで撮ってるんですね。これディープなんですよ。ディープだから多分こう、ね、今回ねディープで撮りました全部、うん、あ、大体ディープいいっすよね。ディープいいね。ディープとか ね夕焼けとかいろいろ試したけど、夜景もと使ったかな、夜景っていうのがあったかな。でもねディープ面白いなと思って、ちょっと今ディープで僕もディープ結構ハマってますね。あとまあカフェで撮るときはディープかあとライト、うん、その明るくしてくれるファーっとか明るくしてくれるモードがあるんで、ちょっと白っぽくしてくれる雰囲気のやつとかね、ふわっとちょっとオーバー気味にしてくれるんですけど、うん、それがですね結構僕ライトとディープこの結構2つをなんかローテーションしてる感じで、このミニの写真に関しては、うん、ディープですね。ディープでまあ手前のシャドウを持ち上がってる感じで立体感も出てるっていうのが、なるほどね、まあ、非常にいいなと。このあれだね、クリエイティブスタイルでどうだみたいなお話もちょっとしても面白いかもしれないですね。やりたいですね、それもね。ソニーにしばらく共通してるネタがつきんですね。クリエイティブスタイルってね。なんか面白さがあるよね。面白いですよね。ね。じゃあ、タムロンのレンズもやっぱ非常に良くてですね、はいはい、ちょっとまあ見ていただきたいのは前ボケの美しさですね、うん、これは。うん、これちなみにですね。何ですか、猫じゃらしの。
そうなんですよね、うん、前ボケが非常によくて、うん、で通常こういった、これまあ 5-5 ぐらいの、割合で撮ってるんですね。いわゆるスタイリングのと、はい、うん、まあ、5-5でこう撮るときっていうのはまあまあ絞るんですよ、うん、あのしっかりとピント合わせたいんで、うん、ですけど、まあ、この、写真に関してはこのタムロンの、70-180 の, このボケの美しさをちょっと表現したかったんで、はい、あえて開放で撮ってます。これはなかなか開放で撮らないんですけど、こういう写真、でも開放のこのボケはやっぱいいですね、はいはいはい、まあ、当然手持ちで撮ってますという感じで1枚目ですね、はい、じゃあ私どうしようかな、はい、まあね、水口さんのいいなこのラインを撮ってる写真があるんですよ。あー、テーブルの、はいはい、機材ショットですね、カメラ。で、サングラスがあって、これいいっすね。で、まあ、この日ね、あの、なべちゃんとうちのスタッフの渡辺と、はい、お洋服の撮影とかに行ってて、あー、はいはい、で、カフェでも撮影しようっていうことで、はいはいはい、コーヒー飲んでて、そのオフショットでございます。なるほどね、あ、僕も作例撮ろうと思って、岡本さんと作例見せ合うわと思って撮った写真なんですけど、これなんかそのやっぱりそのよく改造するっていうお話されてたじゃないですか。はいはいはい。このサングラスのこのバキみたいなところと、これやばいっすよこれ。やばいでしょ。気持ちいいっすねこれ。気持ちいいでしょ。でそのアルファ9のこの造形、パッキリきてるでしょ。すごいっすねこれ。かっこいいもんね。うん、かっこよくて気持ちいいっすね。でこの日ちょっと天気は良かったんですけど、八王子寒かったんですよ。で、太陽もちょっと柔らかくて、ちょっと光が弱くて、冷えてたんですよね、外側が。うん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 、で、そのね、雰囲気さえちょっと捉えてるのかなと思って、ちょっとね、白青っぽいですよね。確かに、ね。まあ、そのホワイトバランスいじればどうにでもなるんだけど、なんかね、そんな雰囲気まで抑えてる感じが私はしてですね。直射日光のギラギラした感じがないですね。そうなんです。このやっぱり1枚ベールが要はトレッシングペーパー1枚、そのかましろ感じの柔らかい感じがしますよね。うん、うん、ね、いやいいわこれ、ね、違うバティス、これバティスでしょこれ、うん、バティスの225、バティスの225です。単焦点ですね。やっぱいいね、単焦点やっぱえぐいですね。あ、まあ単焦点のエグさもありますよ。単焦点の広角がもう大好きなんでね私。いや、やばいですねこれ。いやいいな、バティスやっぱいいな。いい、ね、バティスってやっぱりその、はい、オレンジ系のカラーが割とこう黄色っていうんですかね、うん、割とこうしっかり出てくるんですけど、奥のこのボケのこのグリーンとこの黄緑色とイエローのこの混ざったボケのところ、うんうん、この辺やっぱ素晴らしいですね。なんかねいい感じに撮れるんですよね。なんていうのかな、背景はこうぼかしてるというか、あんまり注目してないっていう様子を撮るんだけど、実はこの奥の席に人が座ってらっしゃって、あ、そうですね、足が見えますね。だからなんかそういうところまでいい感じにボケて見せてるとかっていうのが撮れるんですよ。あ、うん、ぼかしてるけれどもちょっと見えてるみたいな、あ、お客さんいらっしゃるんだなみたいな。これちなみに絞りどのぐらいですか。これ絞りどれぐらいでしたっけね。これデータが見えないんですけど、でもでもね、開放じゃないですね、ちょっと絞ってますよね。 3.5 とかかな。あ、ですよね、開放だったらもっとボケちゃうんで、うん、3.5 とか僕好きなバティスだと好きなんですけど、 3.5 で撮ってますね。いや綺麗だな、バティスいいな、やっぱ使いたくなっちゃうなこれ、はい、これ見るといいっすね。じゃあ次岡本さんの2枚目、はい、この十字路、ああ、はい、これいきましょうか。十字路、また愛車が映ってます、はい、これですね、はい、またミニでございますね、はい、またこれ全く同じ場所です、さっきの猫じゃらしがふわふわしてるところの、そうなの、全く同じ場所で、さっきの写真はローアングルで撮ってるんだ。そうですね、あれはローアングルで、まだ日が出てる時に撮ってますね、あれは、はい、これちょっと高台に乗ってるんですか。高台っていうか、なんだろう、ちょっとなんか土が乗ってあって、うん、その土が乗ってあるところに上がって、うん、さらにこう、はい、手目いっぱい上に伸ばして、あ、で、まあ、バリアングルでこんな感じで、あ、まあ、そうやって撮ってんだ、目いっぱいで、はい、目いっぱいで撮ってますね、はいはい、ちょっと堤防の上ぐらいから撮ってる感じに見えるんですけど、うん、実際ただ単に土の上に乗っかってるだけです、これは、うんうん、これ20ミリで撮ってますね、まあ、これ20ミリですね、20ミリ、これはまさにこの組み合わせです、セブンシーと、このタムロンの、トリプルタムロンの中の、20ミリですね、うん、はいはいはい、20ミリの F2.8、うんうん、の、M1.2、まあ、要は、マクロがついたレンズなんですけど、まあ、それで撮っておりますと、うん、でまあ、これはですね、広角で僕撮るときは結構絞って撮るのが好きなので、うん、これは F8 まで絞っておりますと、
やこれ奥が綺麗ですね、奥松さん。いやいいですよ奥、これほん、うん、すごいでしょこれ。この左の鉄塔も綺麗だし、奥のこの街、このあこれな、想像しちゃうんだよね、こういうこう夕方でさ、こう奥に町が息づいてて、うん、あきっとみんなご飯の準備とかしてるんだなとかっていうことまで想像させる感じが僕は しますね。電気がつき始めて、そう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 、夕ご飯かなっていう感じがするんですけど、ね、まあこのまあ、うん、十字路になってるところに置いたっていうのは、うん、別にこれ初めからこの撮ろうと思って置いたわけじゃないんですよ、うん、その猫じゃらしのカスメのそのローアングルでっていうのが撮りたくてここに置いて、はい、でもう日が全部沈んじゃったんで、うん、あの最後ちょっとこのなんていうんですかね、いわゆる、マジックアワーなんて言われてる色がブワー変わる瞬間あるじゃないですか、はいはいはい、あれが大きいんかなと思って待ってたんですけど、うん、まああんまり大きいんくて、うん、まあ帰ろうかなと思ったんですけど、うん、あのせっかく20ミリ持ってたんで、うん、20ミリでちょっと寄ってこうぐわっとこう車が近くて、うん、ズバッとこうパースが効いたやつを撮ろうかななんて思ってたんですけど、うん、あれちょっとこれ上から撮ってみようかなと思って登ってみたら、あこれ十字路いいじゃんと思ってここで初めて気づきました、うん、いやこれね色も綺麗、だからいいですよ、ね、オレンジグリーンイエロー、うん、で道がちょっと紫色っぽい感じ、うんうん、そうなんですよ、紫になってるんですよねこれ。いいねこれはね、あの覗いた瞬間にいいなと思いましたこれは、うん、でディープでやって、でこれもやっぱり同じくディープですね、うんうんうん、ディープでこれはちなみにちょっと背景にしてますね、これは少しあの、露出補正ダイヤルでプラスの方にこれは振ってます、うん、あそうなんですか、はい、で何もしないと結構真っ黒で、うん、そのミニの屋根の反射と奥の夕焼けしか映ってなかったんで、うんうん、ちょっ と、プラスに振ってあげてこれは撮りました、まあ、それでも ISO800 だもんね。いや全然ですね、もっとなんか昔のカメラだと ISO 上がってるよねこれもっと、ああ上がってるでしょうね、上がってるよね、800で撮れるんだって思うもんね。そうですね800ですね、うん、まあシャッタースピードもまあ320分の1なんでね、うん、まあ、そんなに速くないんで、うん、まあ多分これぐらいで済んでるのかなっていう気はするんですけど、まあこのやっぱり、お色ですね、やっぱりお色、やっぱセブンシーがですね、岡本さんは色を言うときはお色っていうのが僕は好きです。一応その敬意を称してるんですよ、お色がやっぱりいいですね、お色がいいっていうね、はい、非常にお色がよろしいですねこれは。でこのミニのさ、やっぱりこの、うん、ね、に人間が考えた工業製品の中でも一番こう優れてると言ってもいいこの自動車のこの、まあね、ね、パッキリ感ね、これもね、はい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 設定をしてるってことですか、はい、さらに上げてます、さらに、サイド1個上げ、あれ設定できるもんね、ディープできます、こういろいろなクリエイティブスタイルでもね、そうなんですよ、で、サイド1個上げ、シャープも1個上げてます、なので全体的にちょっと、どういうこと、どういうこと、シャープも上げれるんですよ、シャープ上げるってどういうこと、要はあシャープね、シャープね、シャープ、あ分かりました、シャープね、はい、シャープネスね、シャープネスですね、うん、はい、シャープネスを1個上げれるんで、はいはい、それでもっとガリッとこう要は余計輪郭がはっきりしてる感じになってます、これは。なるほどですね、うん、これはちょっと初めて使いましたこれは、あそんな感じでございますね、なるほど、まあでもこの20もいいですね非常に、はい、はい、じゃあ僕はこのジャージの写真でいいですかね、これね、これが僕はすげえなと思った、こういう写真僕好きなんですよ、こう、うん、なんか好きそう、こういうの何みたいなことかもしれませんけど、でもまあいいねこれ、こう何をしてんのかなってみんなに想像させる写真、なるほどね、なるほどなるほどね、あの、あくつろいでんのかな、うんうん、コーヒー飲んでんのかな、打ち合わせしてんのかな、うん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 、でもこの服の質感とかそのデザインとか見てどういう人がやね、このズボン履いてんのかなみたいなのをがわかるかなと、でこのシワとか、うん、これシワとか綺麗じゃない、すごいですこれ、あの何ていうんですかね、うん、感触が分かりますもんこれ、そうでしょ、触り心地がね、
ねえ、うん、これはすごいですね。シルクスクリーンの感触もこれ分かっちゃいますね。そうなんです、そうなんです。ねえ、すごいなと思う。岡本さんも好きなジャージーシリーズの新型なんですけど、実は。そう、これ思って、これはちょっと欲しいですね、これは。可愛いでしょ、これ。これめちゃくちゃいい。このマークが刺繍してあるのね。これはむちゃくちゃいい。これは、うん、ちなみにいつ出るんですか、これ。年末ぐらい、まあ、そんなお話をするつもりがなかったですけど、年末ぐらい。いや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 、いや、これ知りたい人結構いると思いますよ。あ、そうなんです。かわいいでしょ、ね。で、これまた写真、この写真撮りに行ってたんですけど、実は。あ、そうなんですね。僕、このシリーズめちゃくちゃファンなんで、はい。すげえ持ってるんですよ。グレーは僕、岡本さん履いてもかっこいいやつです。ああ、ありがとうございます。はい、グレー3本持ってて、うん、インディゴっていうか、ブルーですかね。うんうん、あれは2本持ってます。そんなに持ってんだ。5本持ってますよ。5本持ってます。洗い替えで。洗い替えで。やっぱジャージってその、履いてると膝が出るじゃないですか、いちいち履いてると。はい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 、あれがあんま好きじゃないんで、その、うん、まあ、続けて2日は絶対履かないようにします。なるほどね。膝が出たら、もう新しい。ああ、なるほど。ちゃんと履き替えて。おしゃれだからね、岡本さん。もう大体もう、そもそも、岡本さんと一番最初に出会った時にキープキャストでね、はい、名古屋 の, のああなんかそれおっしゃってましたね。なんかこう岡本さんがおしゃれだったから岡本さんに目をつけたっていうか、岡本さんに注目したんすもん。いや、なんかそれおしゃれな人が来とるんやろ。うん、なんかそう嬉しいっすね。なんかそれはありがとうございます。それはどうしたんすかこれは。釣り人じゃないですよね、いやいやいやぐらいのこと言いましたね、私ね。俺なんか なんかあのここでイベントやってるわって隣のね、はい、イベント会場でやってた人がふわって来たんだろうなってちょっと思った。あ、そんな感じですか。そんな感じでした。他にお友達も2人ぐらいいらっしゃったけど、それ伊藤じゃないっぽい感じだったんですからね。なるほどね。いやでもこの、うん、じゃあちょっと僕もう要チェックです、これ本当に。そうなんですよ、これその質感もあるんだけど、この生地のこの凹凸あるじゃないですか。ありますね。その影まで出てるような気がするんですよ。よう映るでこれ、すごいっすわ。セブンシーすごいっすよ。いや、すごいっすよ。まあソニーさんの私手先でも何でもないですけど、うん、岡本さんはプロかプロですけど、すごいよ。まあよくぞ作ったなと思いますよ。そうなんだよ。この写真見てうわってやっぱり思うよね。これが一番うわっと思ったもん。あ、そうなんです。いただいた写真の中でこれが一番うわー、これすげえなっていう。ジャージ好きだしね。僕大好きこういうの。大好きこういうの。いや、まあ100歩譲ってね、バティスがね、はい、結構いいっていうのもあるけども、はいはい、とはいえどですよ、はい、やっぱりレンズの力だけはこれだけは映りません。そうなんです。やっぱりボディのパワーもあってこそやはりこれが撮れるわけで、はい、なんかね違う写真を撮ってると思います、うん、7R4 とか僕が持ってるあと9とは違う写真が撮れてるから、はいはい、やっぱピックアップしたんですよこの写真は。なるほどね。いや、はい、素晴らしいですねこれは。いい、はい、これジャージ続報待ってます。わかりました。で岡本さん3枚目この、あ、そうですね、はい、お月様のお写真ですね。はい、はいはい、これでございます。そうですね、はい、今日もこれはですね、5時半ぐらいですね、うんうん、さっき見せた広角の、はい、お写真十字路の、はいはい、あの時にですね後ろを振り返ったらこれがありました。おお、なんか感動するね。後ろ振り返ったらお月さんも出てたってね。そうなんですよ。あで、ちょっと見渡してみたら、ぐるーっと見渡したら、あれなんか出てる。しかも結構でかいし、うん、と思って。あ、今日ちょっと近いですね、月がきっと。マックス近いわけじゃないですけど、近い時ってもっと近いですけど、うん、まあまあ近かったぐらいなんで、うん、で、まあその時まだ僕これがついてたんで、ボディに、うんうん。で、急いで車に戻ってですね、うん、今度はですね、これですね。うん、これ7300mm ですね。ああ、ね、タムロンの、これはまあ発売にもなっておりますけど、まだお借りしております。まあ、7300mm に、うん、7300に、付け替えて、うん、で、これがもう300目いっぱいです、これで、うんうん。で、実際ですね、これは、肉眼よりか暗いです。あ、そうなんすか。はい。もう思いっきりこれ、夕日の、うん、巡航でもう鉄塔に当たってる状態なんで、うんうん、パッと見もっと明るくて月はもっと白いんですよ。あ、そうなんですか。これはどういうテクニックなんですか。じゃあこれもアンダーにしてますね。これはまず、絞りは F8 まで絞ってますこれは、うん、で、シャッタースピードも320分の1ですね、うんうん、まで上げて、うん、わざとアンダーの状態を作ってあげます、うんうんうん、そうするとこう撮れるわけですよ。お月さんっていうのは、お月さん撮るときっていうのは必ずアンダーです。ああ、まあそうだね。
はい、シャッタースピードを光りすぎちゃうもんね。月って割と明るくて、ね、明るいんですよ。その通りなんですよ。結構明るいんですよ、うん、なので、ちょっとアンダー気味に撮ってあげないとちゃんとこの、うん、月のディティールが出ないわけですね、うんうんうん、で特にまだこの時ってまだ全然日がまだ明るい状態なんで、うん、全然明るい、もうなんていうの、月撮るには明るすぎちゃって、でも、うん、アンダーにしたらその、まあ液晶のプレビューで結構いい感じの青が出て、うん、おお来た来た来たと思ってそこでも急いで撮ったっていう感じでございますね。まあ、でもまあ手持ちで撮れるのがすごいっすよ。すごいね。300mm マックスで、でまあ当然何枚か撮ったうちの一番ピントが入ったやつなんですけど、うん、あの変な風にずれたやつは一枚もなかったです。だいたい合ってて、だいたい合っててこれが一番良かったっていう感じですね。うん、これもなんかさ、そのお月様もいいんだけど、この日が落ちてからの空のこの色とその手前の鉄橋のこの青みがかった赤と白の色よね、僕も注目した、はい、ありがとうございます。いいですね、そこ見ていただけるの嬉しいですね。そこよね、あやっぱりやっぱいい感じの色やなみたいな。時間がこの時間じゃないと、うん、アンダーにして青くならないんですよ、うん、これがもっと、時間が過ぎて月がこう上に昇ってきちゃうと、うん、アンダーにすると月の周りは真っ黒になるんですよ。なるほど。時間が早いとこういう青黒い感じの、うん、なんか濃い紺みたいな感じにはなりますけど、うんうん、ちなみにですね、この鉄塔のこの月の写真のですね、僕的に、はい、ちょっと見てほしいポイントがですね、うん、鉄塔の下にですね、赤い電気が4つついてると思うんですけど、はいはいはい、これがですね、点灯じゃなくて点滅なんですよ。パッ、ああ、その瞬間撮ってるんだ。パッって。その瞬間撮ってるんですよ。はい、ついた瞬間にちゃんとシャッター切ってます。これは。はい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 。で、これがあるとないとだいぶ違うんですよ。そうだね。アクセントになってるんですよ。これが。確かに確かになってる。うん、で、僕鉄塔と月って結構何回か撮ってるんですけど、うん、なんかね、こう。あんま面白くねえなっていう感じで仕上がってたんですけど、うん、今日初めてこの赤のこの点点点4つ見て、うん、あ、これ入れるとめちゃくちゃかっこいいな、そのこのバランスだね、それぞれ。そうですね、うん、写真に急にこう立体感が出てくる感じ、うんうんうん、前後ろの奥行き感も出てくるんで、うん、あと要素が増えるってのはやっぱいいですね、うん、月手と電球みたいな感じで、いやそうですね、本当それが綺麗、これがやっぱり非常に狙って美しかったですね。なんでまあこういったものを狙うときにもしついたり消えたりしてるものがあったら、はい、ついてるときにシャッター切ってあげるとちょっとしたアクセントになるのかなっていう気はしてますね、うん、なるほどですね、はい、こんな感じでございますね。私の作例は全部で今回は3枚でございます。はい、はい、まあ、僕何点かあるんで最後まで、最後のまたスライドショー見ましょう、見ましょう、せっかくまだ見せてください、うん、ちょっと見ましょう、見ましょう。まあ次はね、赤いテーブルの写真があるあ、これね、これもいいですね。で、まあ、僕これどういう感情で撮ってるかっていうと、まあ、写真撮るときはどういうことを伝えたいかっていうことでみんな撮ってらっしゃると思いますけど、はいはいはい、これよく行く中華料理屋の、テーブルの上、丸いテーブルの上で、まあ、僕はお酒を飲まないのでウーロン茶頼んでウーロン茶を置いて、で、はいはい、周りはねお客さんいっぱいでワイワイガヤガヤやってて、はははは、厨房ではジャージャーみたいな音がしてるんですよ。で、そのまあ古い中華料理屋さんでの一コマだなみたいなのが伝わればいいなと思って撮った写真なんですね。赤テーブルってやっぱりね、うん、中華料理屋に行かないとないですよね。そうなんです、そうなんです。そのファミリー中華にはこれないんで、そう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 、ね、でこの中華料理屋がこうずっとこう営業してるというか、古い中華料理屋だっていうそのテーブルなんだけど、もうちょっと色あせてるんですね。でそれが撮れるかなと思って撮った写真で、まあちょっと表現できたかなと、その赤は。いや、この朱色みたいなカラーですよね。そうなん、そうなんです。いや、いいですね。ここちなみに僕行ったことあるところでしょ。あります。ですよね。あの美味しいところでございます。なんか見覚えあるなと思って。そうそう。ここめちゃくちゃ美味しいですよ。みんなお連れしてて、昨日それこれは撮った時はお客さんがまた来てて、あ、そうなんですね。ご馳走して、で料理は来る前に
乾杯する前に俺だけこうシャッター来て、ちょっと待って乾杯とか言って撮ってる写真。いいですね、これ。いやいいですね。このテーブルいいですね。ねえ。いや、でもすぐ中華料理屋って分かりましたよ。分かりますよね。こんな色の。テーブルにもちょっとうっすら油が、やっぱり中華料理って油多いから、うんうんうん、油がこう、うっすら乗ってるんですよ。で、その雰囲気とか。いいですね。あと、まあ僕、何気にやっぱりこの氷の表面ですね。お、グラスの。これ氷の表面のですね、ハイライト。いわゆるまあ、まあ食べ物写真でいうところのシズルですね。これが入ってるのがね、やっぱり一気にグッとくるんですよ。もちろんもちろん、そこは狙っておりますよ。さすがですね。もちろんもちろん、その光の加減で。お見せいたしましたよ。岡本さんの言うところのシズル感のこの氷が溶けて、ドゥルッてしてるところね。そう、そこがね、やっぱりあるトライドでやっぱりだいぶ違うんですよね。当然まあこれのお写真のメインっていうのは、この赤いテーブルがメインなんですけど、やはりこういった細かいところがですね、ちゃんと出てるとですね、一気にこう写真としてのクオリティがガラッとこう上がるんですね。そうですね。大事ですね、こういうところは。だからこう、焦点はこの氷に合ってるわけですよ。うんうんうん、で、赤いテーブルはボケてるんだけど、ね、ね、まあ、表現できるかなっていうところですね。うん、ああ、ようピント入っとんな。いいね、はい、これ。で、こう、そのグラスの表面は、よく冷えたウーロン茶だから、こう、うっすらこう霜がかかっているという。汗かいてなんですね。そういう感じなんですね。いや、いいですね。素晴らしいです。はい、なんか水口さんらしいです、これも。何気ない写真で、岡本さんのなんか、アートっぽいのとはまたちゃいますけど、すいません。まあまあ、でもね、僕もこういうの好きですけどね、やっぱこういうのはやっぱ水口さん本当上手に撮るなと思います、ね。そんな写真ばっかり撮ってるから、そんな写真しか撮ってないかもしれないですけど。いや、もう素晴らしいです、本当に。はい。まあ、そんな感じですね、作例は。まあ、最後に、いくつかね、見せてないのも見せたいと思いますけど。あ、まあ、スライドショーで出てくるわけですね。そうなん、そうなんです。で、まあ、動画も撮ってるのが僕はあるんだけれども。はいはいはい、はい。動画見ますか、ちょっとじゃあ。私あ、動画見ましょうか。見ましょう。音声をちょっと切っていただいて。はい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 、はい。音声、この動画を見るときの、このボリュームを落としていただいて、再生して、再生できますか。ちょっと待ってくださいね。はい、いますね。はい、まあ、これか。これがどうだっていう説明もちょっと難しいですけど、まあ、この、ね、YouTuber に向けてっていうか、はいはい、動画撮影の人に向けて、ね、設計したカメラっていうのもあるわけですか、このカメラ。うわ、むっちゃ絵綺麗だね、これ。すごいな。いいでしょ。で、まあ、これ 4K で、撮っていて、あー、これえぐいな、これすごいでしょ。あー、すごい。まあ、これでまた焦点距離 3.5 とかだと思います。あーは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 い、僕はあんまり絞らないんで。いやでも背景もいいし、このトレーニングマシーンのこの、マシーンのこの何ですかね、機械感がすごいですね。重厚なこの機械感が。そうなんですよ。だからすごく綺麗に撮れてて、すごいな。本当にもう、ああ、水口さん聞いてきた。水口さん聞いてきた今。聞いてきた。聞いてきた。ああ、聞いてきた。こっからが勝負ですよ。こっからの、あ、終わった。そう、聞いてから5回上げるかどうかなんですよ。やばいと思ってからがいいんですよね。そう、これもうシュワルツネーガーが言ってることなんですけど、ダメだって言ったところからどれだけやれるかが勝負だ。はい、そっかららしいですね、なんかね、そっからスタートって言ってますね。すげえな。いや、でもこれいいですね、この動画、綺麗だな。で、まあ、後ろもやっぱりこれ、ボケてるんだけど、はい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 。ちゃんと分かるじゃないですか、このレンズの性能が。分かりますね。けれども、分かりますね。息づき感が。いや、素晴らしいですね。だから動画にも、動画も綺麗ですよ。岡本さんもね、今度また動画見せていただければいいかなと。ああ、そうですね。僕も間に合わなかったですね、また次回。そうですね。ちょっと編集が間に合わなくて。岡本さんの動画ってどんなもんかなって。僕は YouTube 撮ってるから、もう簡単に撮るから。僕もね、撮ってて、もう本当にもう、録画ボタンポチッと押しただけで何も設定もしてないんでね、いや、それでこんだけ綺麗に撮れるんだなっていうのは、ちょっと感動ですね。だってこれ言ってみたら、NHK が威張って 4K 放送とかってわざわざ言うじゃないですか、NHK に。ああ、そうですね。まあ今 8K とかも時々見せますけど。はい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 。それが撮れるわけですよ、このカメラで。4K。まあ撮れちゃいますね、これは。そのちっちゃいカメラで。すごいっすよ、これ。あ、そうだ。まあ作例見てまだお時間あるんで、見せてほしいことがあるんだけど、それに、73秒をつけるとどんな感じですか。ああ、はいはい、いいですよ。そのバランス。サイズ感ですよね。で、ちょっと僕、そのセッティングしてる間に、僕の今の状態をお見せしますね。はいはいはい。バティスがこうついてます。
あ、やっぱバティスその感じになるんだね。うん、で、なんか色が合わないんだけど、バティスの。はい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 。でもね、バランスはね、非常にいいです。いや、いいっすね。持ってても何も持ち重りもしないです、このバランスは。バティスはその大きさの割に、レンズがね、大きさの割に軽いんですよね、バティスって。そうなんです、そうなんです。まあ、フードがなかったらもっとこれ、いい感じなんですけどね。かわいいね。そう。フードがないといい感じなの。まあ、フードは僕はつけるんで。バティスやっぱデザインいいね。いいよね。いいな、やっぱり。いいよね。ちゅうか、水口さんのバティス、よう使い込んどるね。テカテカでしょ？テッカテカやね、プラスチックが。すごいね。一番使ってるレンズといっても。いやいやいや、もう、いやもうレンズ冥利につけるでしょうね、こんだけ使ってくれたら。うん、いいですね。はい。あ、じゃあ。はい、というわけでですね。はい、どうでこれがですね、はい、タムロンさんの、70-300F4.5-6.3DI3RXD、はい、っていうレンズですね、はい、まあ、こんな感じになります。あ、なるほど。サイズ感的には僕の頭の顔の前に出したらいいな、うんうんうん、多分水口さん正方形で切りますね。そうですね、その辺ですね、真ん中に このぐらいの感じですね。なるほどね。このバランス的にはやっぱり多少こう重い感じは、いや全然ですよ。あ、全然だ。全然ですよ。 むちゃほ軽いですよ、これ。本当軽いですよ。え、70-300って大体何グラムなんですか。はい、何だったかな。600ないんじゃないかな。ああ、そしたらね。軽いですよ、本当軽いですよ。あの、これすごく軽いレンズなんですよ、この70-180って、うんうん、あの、これとこれ比べるとね、うん、全然違いますよ。なるほどね。あの、微妙とかじゃないです。圧倒的にこっちの方が軽いです。うん、この70-180と比べても。いやでもさ、そのバランスで300まで使えるってすごいね。いやだからその、うん、さっきの月みたいなものが取れるんですよ。うん、結局その変な体勢でもホールドできちゃうんで、うん、そのちゃんとこう脇締めてこういう風に取れれば一番いいんですよ、うんうん、だけど毎回こんな風に取れるわけじゃないじゃないですか、はい、これって結局アイレベルかアッパーかその要は取り下ろししかできないんですけども、うんうんうん、実際ってやっぱりこう取りたいわけですよ、はいはいはい、っていう風に、はいはい、それやろうと思うとやはりこれぐらいの軽さってね、やっぱりその撮影の持続が可能ですね。あのショット数が増えます、うん、あの重たいレンズだったらこれで3ショットが限界だったところがこれだったら10ぐらいいけるな。なるほどね。じゃあもうじっくりこうたくさん撮っていいカットを撮る可能性が増えるもんね。まさにそうですね。ちなみにです、ね、これレンズが先っぽは繰り出すんで、繰り出すとこんな感じになりますね。これはまあまあ長いですね、ここは。あ、長いね。長いですね。うん、こんな感じになりますね。でもこう見た目とは違って、そのレンズがこう重すぎるとかこう偏り感がないってことですもんね。いや全然ない、全然ないです。まあでももう本当、うん、こんな感じですよ。こういう持ち方になっちゃいますよ、うん、こういう感じで。ああそうだ、なんか、あの指を添えてるって感じですね、岡本さんの意味。いやもう全然全然そのね、なんか軽く持ってる感じでいけますね、うん、横だとこんな感じですね。いいね、それ欲しいな。いや非常これ非常にいいですよ。セブンシー用に買ってもいいな。あ、僕もねそれ思ったんですよ、うん、あのセブンシーってやっぱりその、うん、通常今までのアルファと、うん、レンズのセットアップってやっぱり変わるなっていうふうに思いましたね。大事だねそれね。違うんですよ。で、うん、GM とか例えばシグマの単焦点みたいな大きいものも、うん、多分合わせればむっちゃ綺麗に撮れるの分かってるし、うんうん、なんか見た目もなんか前がでっかくて後ろちっちゃくてなんか可愛いなって感じになるんですけど、うんうん、じゃあそれやっぱりその持って歩き回るかって言われたら結局こっちがあるのに、うん、こういうのがわざわざその大きいレンズ作る必要もないじゃないですか、うん、それしかなきゃしょうがないですけどラインナップで、うんうん、でも E マウントっていうのは今すごくレンズのラインナップが豊富で、うん、そういったまあすごく大きくて、超高性能なレンズから、まあ、こういった要はその携帯性を重視したようなレンズまでラインナップがすごいんで、うん、せっかく出てるんだったらやっぱりこの子もドンピシャのレンズを要は合わせてあげたいなっていうふうに思いますね。いや それねまた楽しいよね、まあ、今までのレンズつければいいやっていう、いのもあるんだけど、あ全然それでもいいんですよ。 7C のためのフィッティングというか、セッティング考える楽しみっていうのがまたあるね。これフィッティングっていい言葉ですね、本当にそうだと思います。それは、いやこれねどっかになんかねえかな、はい、あ、大きいのかな、緊張これ、はい、緊張の出てくる、あ、はい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 、大きさねこのぐらいです、はい、高さ的にも全然これよりか
まあね、ご家庭に今緊張炉があるかどうかっていうのはちょっとふと今疑問になったんですけどこのオールドタイプのこの緊張炉ってもうねえのかねっていう。確かにこれだいぶ古めかしい昭和のデザインっぽく見えて、そうですね、全然変わってないやつですけどね。でもまあサイズ感的には こんなもんです。でも、はいはいはい、全然ちっちゃいわ。こんな感じですね。73秒でね。そうですね。しかもお安いんですよね。これは6万円台ですね。なんと恐ろしいね、全然いいじゃないですか。安いと思って安いです。他のレンズの値段考えたら ね、まあ、それでさっきの月みたいな写真とか、あとはまあこのレンズで撮った朝礼、またちょっとまた機会があったら見せたいなと思うんですけども、うんうん、まあね、結構撮れます。ただやっぱりまあ、うん、当然もっといいレンズいっぱいあるんでね、うん、もっと綺麗に撮れるものはあるんですけども、ただやっぱりこのサイズ感っていうのはね、やっぱりもうこの 7C と、まあ、7C とこの7300の、うん、4.5、6.3 しか、うん、多分これはなし得ないですね、これは。やっぱりこう持ち運びとかね、こう収納性の高さとか、そうですね、あとは持ってる時の楽さとか、そういうことを総合的に考えるとだいぶいいですもんね。いいです、本当ね、久しぶりにこうなんかね、なんだろう、ワクワクする、なんかもう写真撮りたいなっていう、すごいその射幅が湧いてくる感じしますね、このカメラ、うん、なんか久しぶりに僕も撮ってるもんね、パカパカパン。やっぱりね本当なんかね、その、うん、今まで出てきた新製品って、うん、結構そのなんだろう、こうガチなやつ、まあこれもガチいいんですけど、うん、その結構ね、その眉間にしわ寄せながらその撮るのがよく似合うようなマシンが結構多かったんですよ、うん、そのよしこいつ来たからこいつのポテンシャルを出してやるみたいな感じで、負けないようにね。そうなんですよ、カメラに負けるもんかみたいな感じで撮る、乗れないくせにガンダムに乗るようなもんだよね、割とね。まさにその通りでございます、うん、だから要は シャアがガンダムに乗っても出せないじゃん、きっと。そうなんですよね、アムロが乗ってこそじゃないですか、言って。そうなんですよ、なんかまあこれはなんか全然そのなんかこう本当にふわっとこう、ああ出かけるんだけど、ああ鳴らし忘れてるってひゅいっとこうね、それで使い切る喜びもね。そうなんですよ ね、うん、で大体なんかレンズがついてるんですよ、僕カメラって、うん、僕必ずなんかついてるんですよ、レンズが、うんうんうん、例えば鳴らしこれ今この73分ついてるじゃないですか、うん、じゃあこのまま多分ポイとこう置いてある状況だとして、じゃあ出かける出かけるってなって、うん、ああ鳴らしいパッと思って、ああ望遠かだったらもうこの20も持ってこう、この2つみたいな感じのセット。いやもうそれで済むよね、言おうと思ったら73分があったら、ね、あと短いなんかがあればいいよね。そうなんですよ、もうこれが20があればもう済んじゃうんですよ、うん、なんかそういうなんかね、なんかパッパッみたいな感じ、なんかその、うん、すごい気楽な感じですよね。それはまた性能の一つだね、7C のね。そう、 7C のね、うん、でですね、やはり皆さん忘れちゃいけないのが、でしかもこのカメラはフルサイズでございますからね。そうだよね、これが APS-C じゃないというね。そうです、 APS-C でもないし、ね、フォーサーズでもない、ね、フルサイズでございますね。それがやっぱりすごい世界だったのと。いや僕も6400持ってるんだけど変わらないですもんね、雰囲気。いやもう雰囲気変わらないです ね、厳密にはサイズ違いますけど。違うんだけどね、もうでも多少でしょ、だって言っても多少もうほぼ一緒ですよね、ほぼ一緒でしょ、いやでもすごいなんかなかったなと思いました。結局もう今フルサイズでこういうのを選ぼうと思ったら結局これ一択なんですよ、もうないんですよ他に、うんうん、サイズ感、このサイズ感と、これまたブームを起こすね、これでね、出るんじゃないですかね、ちっちゃいフルサイズを、うーん、まあソニーももと力入れるし、レンズのことも考えるし、他のメーカーもあらららってやってくることになるでしょうね。いやそれはぜひやってほしいですね、盛り上げてほしいですよ。そうだよね、そう競争してこそやっぱり研ぎ澄まされていく、ね、そういうことってね。いやでもソニーはこれうまくやったなと思いました。やりましたね、またね、やりましたね、うん、いや感心しますって、まあ偉そうに言ったらダメですけどすごい拍手ですもんね。いや本当そうですよ、これは本当、ね、だって僕と水口さん2人とも絶賛ですからね、うん、だって話で楽しいもんね、セブンシーの 7C の話してて ね、使い勝手が全然違うじゃないですか、うん、僕と水口さんって、うん、さっきの作例見ても分かる通り、うんうん、そうだね、全然違うね。あれだけ使う用途が違うのにお互い満足してるっていうのは、うん、まあ、どれだけ
これが要は共有範囲がある、あのカメラ超いいねっていう話してるのとね、これを公開放送にしてるだけだからね、いや本当そうですよね、そうなんです。言われてみればそうですよね。そうです。まあ今後だからやっぱりちょくちょくこのカメラの話が出てきそうな感じがしますもんね、うん、そうですね。 7C に関してはその、うん、まだ撮ってみたい被写体とかたくさんあるんですよ、うん、なので、普段撮ってるけどまだこれで撮ってないものとか、うんうん、まだ1週間しか経ってないんでね、発売してから、ね、なんでね、それはまたちょっと撮ったらちょっと新しい 7C でちょっと新しいの撮ってみたんで、そうだね、それいいかもしれないね、そういうの やっていきましょう、うん、お見せしたいなという感じはしています、はい、と、はい、いう感じですかね。あ、そうですね。でお時間もちょうどいい感じです。おお、ちょうど1時間、はい、はい、ね、バッチリでございました。ありがとうございます、はい、またね来週なんかね考えて、あのアクセサリーの話とかっていうのもちょっと僕らも用意してたんですけど、ね、時間内では話せなかったので、うん、アクセサリーの話をしていただきたいっていうのがあって、ね、あの、うん、ああいうそのリクエストみたいなのをぜひあのコメントにじゃんじゃんください。本当ですね。皆さんコメントいただければと思います。それに僕らピックアップして答えていきたいと思います。めちゃくちゃ嬉しい。ありがたいです。本当に楽しいよね、僕らもね。楽しいですね。あ、なるほどっていうことでやろうと思ってるんで。じゃあまあ次アクセサリーやります、ね、アクセサリーやりたいですね。そうですね。予告としては。そうですね。3つですね。はい。はい。やりましょうか。わかりました。はい。今日もありがとうございました。こんなところでありがとう。こちらこそありがとうございます。はい。はい。じゃあ皆さん。また来週、また来週土曜日、はい、そういうことで岡本さんもありがとうございました。はい、どうもです。はい、どうもです。Thank you.